皆さんいろんなこの方法を駆使して夜ラジオを聞いて楽しんでいただいているところではありますが、今週もですね、ジョケさんはこのラジオのこうフィジカルな部分でのレギュラーではありますけれども、はい、今自分のこの夜ラジではですね、音楽のレギュラーが今あって、まあ、ペピンズっていうですね、はい、バンドが、まあ、札幌で3ピースバンドですが、自分の大好きなバンドがありましてですね、そのペピンズのライブ音源をですね、ちょっと頂戴したというかですね、いただくことができたので毎週ですね、流しているんですけれども、今日もですね、バーサススタイルオリンピアっていうですね、自分もちょっと遊びに行ったライブのですね音源をまた提供していただいたので、まあ早速なんで聞いていただければと思います。今週もですね、こう浮遊するようなその独特のですね、世界観をですね楽しんでいただければと思います。お聞きください、ペピンズで Do You Remember You。
お聞きいただいたのはペピンズで Do you remember you でした。ショケさんはこのペピンズっていうバンドと過去に、はい、例えば共演されたりですとか。いや、ちょっと存じ上げてないので、はい、結構あの、いや自分もその1回共演はしてるんですけれども、非常にお忙しい方々なので、はい、その時も、まあ、その別のライブの終わりでその自分の出てるライブに出るみたいな感じ、はいはいはい、なのであのペビンズのメンバーの方々はあの自分のステージを見たことがないと思いますし、自分もちゃんとメンバーの方とあのお話をしたこととかはないんですけれども、まあ 3人、まあ、3ピースなのですね、ギターボーカルの柴田達也さん、それがベースのロビーさん、ドラムの有岡冬太さんというですね3名の方 でお話ししたことはないですけれども、まあ、せっかくなんで、まあ、イメージですけど、まあ、一番こうな謎って言ったらあれですけれども、まあ、ボーカルギターの柴田達也さんはあまりこうツイートとかもそんなにないので、多分ちょっとミステリアスな感じですね。でもこう歌の感じとかからすると、まあ、意外と劇場化かもしれないってですね。そうです、なんか結構なんていうかソウルが入った歌い方してますね。そうですね、ウルトラソウルを感じますよねウルトラソウルか、ウルトラソウルを感じるはちょっとよくわかんないですけど怒られるかもしれないですね怒られるってやつですね、はい、で、まあ、唯一ちゃんとっていうか、そのこういうやり取りでこう電話とかでベースのロビーさんとはあのお話しする機会があって、でまあ音楽的にはどっちかというとこうクールな部類というかですね、はい、で、はい、ですし、まあ、演奏とかも、まあ、そういう感じですけれども、あのロビーさんはすごいあの熱い気持ちを持った方ですね。あのでそのバーサススタイルオリンピアっていうのにあの、まあ、自分 の, あの、まあ、お友達の、まあ、バンドと、それからあの清太郎さんっていう弾き語りの方ですね、まあ、清太郎さん北見の方なんですけれども、うん、清太郎さんがどうしてそのバーサススタイルオリンピアに出る、まあ、北見から札幌遠いじゃないですか。まあそうですね、はい、まあ、出ようかと思ったのはすごいロビーさんのすごい熱い誘いがあったと。なるほど。でそれを聞いて自分はまた清太郎さん持ってるなと持ってる清太郎さんは熱い人なんですよ。清太郎さんは熱い人で、でその演奏とかの雰囲気とかから、そのロビーさんがそんな、まあ、熱いって言ってもなんかこうなんていうんですか、そういうもうめちゃくちゃもういや分かったからっていう感じじゃなくて、まあ、清太郎さんが熱い人だからそう感じてるだけかなと思ったんですけども、いやあの非常に熱い人ですよ持ってなかったですただなんていうんですか、そういうなんかこう江戸っ子の入るお風呂みたいな熱さじゃなくて、あなんか岩盤浴みたいな、ちょっと例えが私にはちょっとよく分からなかった。じわじわと熱くなって気がついたらもう火傷するかもしれないぐらいですね、そういう熱い気持ちを持った方ですね。で、まあ、冬斗さんは、まあ、冬斗さんも喋ったことないですけれども、なんていうんですかね、あの多分お酒が好きなんだろうなって、あとスポーツマンですね。ほう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 、はい、全部ツイートからの僕ですけどうーん5キロ30分で走れる今って書いてあったんで、もう5キロ3、まあ、もっと今多分春になったばっかりだから、これから多分あの追い込んでいったら普通に20何分とかで走れる。お多分30分とかって、まあ、別にゆっくりですけど、でも我々の体力で言ったら多分5キロ30分で走れないと思いますよね。何キロ走れるかな私今、もうしばらく走ってないから分かんないけど、5キロ走ったら次の日倒れちゃいそう。多分5キロ走るって言いますけど、途中からほぼほぼ歩いてるスピードだと思うんですよね多分5キロ45分とかかかりますよでも昔一応私あのスポーツ少年だったから、そこそこ運動できると思うんだけどな、どうだろう、あんま自信ない、ちょっと今のなかったことにしてください。そういう人がいきなり走ってアキレス腱切ってる
まあまあそういう、いや、あのツイートの情報と予測だけで喋ってましたけれども、まあ、そういったですね、スリーピースバンドペピンズのですね、今日は Do You Remember You を聞いていただきました。また来週もですね、おかけできればと思いますので、お楽しみにということでですね、ハッシュタグ夜ラジ、たくみさん、ペピンズライブ音源かっこいいですね、ベースの音の、歪み良きですということですね。まあ、正直、まあ、このライブ音源って別になんで LINE とかで撮ってるわけじゃないのでですね、音自体はそんなに良くはないですけれども、まあ、音の良し悪しっていうのは、まあ、いいに越したことはないですけれども、いいものっていうのは音質に関わらずっていうのを自分はいつも言っていることなんでですね、すごくその良さっていうのが伝わってて嬉しいなというふうに私思っております。ありがとうございます。ということで、またせっかくなので告知をしていきますか。告知、はい、はい、ジョケさんの告知の前に自分の告知をした方が順番的にはいいのかな。明日、明後日っていう形になるので。ああ、なるほどね、はい、うん、そうですね、まあ、明日4月11日ですね、このゼノンミュージックガーデンのゼノンっていうのはですね、札幌すすきのは南7条西4丁目 LC7 番館の3階にあります、まあ、ライブバーとかライブスペースゼノンというお店があってですね、まあ、そのお店の名前なんですけれども、このゼノンで明日バーイベントというかバー営業がありまして、そこにまあコロコロに見参ということですね、はい、まあ見参して何かするわけじゃないですけれども、まあ、一緒にお酒を飲んだりですね、まあ、コロコロにがお酒を作ったり、野村さんフードもあるというのでですね、一緒に、まあ、数時間、19時開店で、まあ、気を失うまでお店やっておりますので、ぜひ大勢のみんなたちにですね、遊びに来ていただきたいと思います。あれ22時まででは自分のもらったやつね、19時から始まるとしか書いてなかったです。あ、なるほど。の時間書いてなかったので、多分まあそうですね、もう耐久戦になってくると思いますけれども、まあ終電のあるうちに皆さん書いていただければと思いますけれども、あれですね、システムとしましてはチャージなしの、キャッシュオンでですね、1杯飲み物500円で、まあ、チケット制になっているので、さっきちょっとジョケさんがちらっと言ってましたけれども、はい、1000円で、3杯飲める券って変ですね。まあ3枚もらえると、500円で、1枚、1000円で3枚ということですね。まあ、そんな感じですね、ドリンクチケットが、はいはい、1杯ずつ飲むよりもお得だと、はい、ドリンクチケットをですね、1000円で3枚買っていただいた方がお得ですよと。まあ、その他にもですね、フードなんかもですねありますので、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。